異世界美少女受肉おじさんと、星に。小学校からの友人同士のこじらせたおじさん二人がある時に異世界転生してしまい、一人はバビ肉、もう一人は超絶チート持ちの戦闘マシーンとしての能力を手に入れる。バビ肉したおじさんは、陰キャで気立ても器量も普通の何をやってもうまくいかない感じの平均的な人族のオス、もう一人はイケメソで何をしてもそつなくこなす仕事もバリバリできるというエリート。そんな何でもできるマンを友人に持つバビ肉したおじさんは、常に嫉妬と自己嫌悪に陥るが、もう一人の何でもできるマンは人当たりが良くて誰にでも気立ての良い主人公を尊敬している。顔がいいだけで寄ってくるメスは汚らわしいと思っているホモマンが。ここから美肉して性別もメスになってしまい、障害が何一つなくなったこじらせ元おじさんのことが好きなこじらせおじさんとのこじらせたホモ展開の漫画。まず美肉したメスのロリな感じのキャラデザが文芸美人で可愛らしく描けており、作者の好きが詰まっててディモールトでね。次にこの展開はオビーでいるなソルジャーたちのテンプレ展開とほぼ同じ感じなのですが、雰囲気や内容がオスが作ったホモ漫画な感じが出てて、メスとオスでホモ漫画はこうも味付けが変化するのかと感心する内容。よくできたこじらせ方をしており、ギャグも超兄貴のようなノリで面白い。ちなみにバビ肉と言ったのはわかりやすいからそう言っただけで、リアルビ肉しているのでビ肉なのぜ。バーチャル美少女に受肉というオスが VTuber とかでメスの CG 使って実況することを指します。